マナンテニナの西部で行われた違法伐採と火入れ、カイコンマダガスカルにおける森林現象は現在進行中の環境問題である。森林現象は農地を作り出すが、砂漠化、地下水の水位低下、生物多様性の喪失、野生生物の生活圏の減少、土壌流出といった様々な問題を引き起こす可能性がある。森林現象の主要な原因はいくつかある。 一つは森林を焼き払い農地や牧草地に転用することが原因である。また、建材や家具材とするための選抜も原因である。炭燃料を得るための伐採も原因である。場所によっては地下資源を得るために邪魔な木を伐採してしまうことも原因となっている。マダガスカルは道東が有した固有の原生林の80%とか90%を 失ったとよく言われるが、これは、証明が難しく、また、確たる証拠があるわけでもない。確かなことは、人類のマダガスカルトを到来により初めて、火を起こすこと、農耕伐採、果実等の採集が行われ、このような人間の活動により森が減少していったということである。メリナ王国時代とフランス植民地時代から始まった森林資源の産業的利用により、 森林は減少した。航空写真とリモートセンシングに基づく調査では、1950年頃に存在した森林の40%から50%が2000年頃までに喪失した。2007年時点で森林減少は南西部のサバナ地帯と北東部の熱帯雨林地帯で顕著である。南西部では得意で貴重な植物で構成される。 低木林が家畜用のトウモロコシ畑に変えられつつあり北東部では希少な片木が違法伐採により切り出され中国や香港などに密輸され続けているマダガスカルにおける違法伐採は極度の貧困と政府の腐敗が原因でここ数十年間問題となっている主にローズウッドや黒炭といった効果でキメの細かい木材に国際的需要がありそれらが マダガスカルの森林から卓抜されている。昔から木材の伐採及び海外への輸出は禁止されており、2000年には明治的に保国での伐採が禁止となった。しかしながら、マダガスカル政府が貴重な木材の輸出制限を完結的に緩めることがあり、そのことがむしろ違法伐採を助長している。輸出制限の緩和は主にサイクロンにより倒れた。 貴重木材を外貨に変えるためであるが、このような政府の一貫しない姿勢は乱高下するマーケットを作り出してしまう。木材輸出の窓が開く期間には高値の取引がなされるため、その一瞬を狙う投機かないし、材木貴族は貴重木材をストックしておくために違法伐採をする。違法伐採された木材の輸送先は、ほとんどが中華人民共和国である。 1998年から2008年の10年間で中国における熱帯産木材の輸入量は4倍に増えた。マダガスカルの森林は減少傾向にあるが部分的には回復しているところもある。しかしながら森林の回復を担った木々の多くはユーカリ、松、フサーカシア、シルキーオーク・メロルカクインキンナービアなどの外来種である。これらの木は 地元の農民が植えたものもあれば、植林によらず、勢力を拡大したものもある。ユーカリ、松、フサカシアの植林は、例えば、中央高地において試みられた。在来種による森林回復は、様々な試みが行われている。それらが組み合わさった結果、とりわけ、大城に広がる熱帯雨林地帯では、成功を収めたところもある。 資源開発企業のリオティントが主導したプロジェクトにおいては、ホールドーファン近くで600種近くのマダガスカル島、在来種の育種が行われた。ところが、リオティントは、その一方で、マダガスカル南部でイルメナイトの採掘を行う計画を2003年に公表し、新しい港や道路、その他の設備を建設するとした。しかも、当該地域の高い失業率にもかかわらず、 大部分の雇用移民、出稼ぎ労働者によりまかなうとした。しかしながら森林現象の主要因の一つである木炭生産は高い失業率と貧困により助長される。ありがとうございます。